アイスホッケーをしていました今年の8月に選手を引退して今はスケート教室だったりとかメディアを通してたくさんの人にアイスホッケーを知ってもらうような活動をしていますこんなスポーツをしていましたすごくスピードがあって迫力もあってとても面白いスポーツなんですこのスポーツの魅力にどっぷりとハマって競技を続けてきましたで私は K、始めたののは6歳の時ですこれ父親と一緒にスケート始めた頃に写ってる写真なんですけど後ろにビルとか写ってるの見えますかねこれ小学校の校庭にリンクがあってそこで撮った写真なので後ろにビルが写っています私苫小牧の出身なんですけどこういう風に冬になると校庭にリンクができますここで 冬になると体育の授業でスケートをしたりとかあとは中休み昼休みに自由にスケートを滑れるそんな環境でしたなので私たち苫小牧出身の人たちは小学校に上がる前に各自スケートを準備するんですね私も父と母と一緒にスケートを買いに行きましたそこで父と母からフィギュアスケートとアイスホッケーのスケートどっちがいいですかっていうのを聞かれました私は 女の子はフィギュアスケートっていうイメージだったのでフィギュアっていうふうに即答したんですよそしたら父と母からホッケーのスケートを選ばないってことはホッケーやらないってことでいいよねホッケー途中でやりたいって言ってもすぐにはスケートは買い替えられないよっていうことを言われましたで5歳の私すごく考えましたもし途中でホッケーをやりたいって言ったらあの時言ったやつじゃんって絶対怒られるやつだなと思って 念のためホッケーのスケートを選ぶのが無難だなと思って <laughs> それでアイスホッケーのスケートを選びましたで結局そのままアイスホッケーを始めることになりましたで父と母も別にホッケーをやってほしくてそうやって言ったわけではないと思うんですよ買い替えられないから慎重に選んでねっていう意味で言ったと思うんですけどまあ、ちょっと誘導尋問されてるなと思ったりしてます でもそこから25年間アイスホッケー選手としてオリンピックにも出ることができましたしたくさんの経験をさせてもらいました今ここにいるのもホッケーをしていたからだと思うので誘導尋問してくれた父と母にも今はとても感謝をしていますでこの25年間の中で私が積み重ねてきたことが2つあります1つ目がトレーニングです スポーツ選手なのでまあトレーニングを積み重ねるっていうのは簡単に想像できるのかなと思います想像通りですめちゃくちゃゴリゴリにトレーニングしてました1 0 0キロの重りを担いだり持ち上げたり全速力で走ったりとにかく陸でも氷の上でもトレーニングをしていた毎日です今年の2月の月 北京オリンピックまで私は現役選手としてプレーをしてたのでそこまで本当に日常的にトレーニングがあって当たり前にトレーニングと一緒に過ごしている日々だったんですけど引退をしてみて日常生活の中で1 0 0ロ g の森持つことないんだとか全速力で走ることないんだなっていうのを最近気づき始めました。 ちょっと非日常的な生活をしていたんだなっていうのを最近感じ始めたところなんですけどスポーツ選手としてはトレーニングを積み重ねるっていうのはすごく大切な積み重ねで必要な積み重ねだったなというふうに思っていますもう一つ私が積み重ねてきたことが自分を知るということです自分がどんなプレイヤーなのかどうやってチームに貢献ができるのかその 貢献すするために何をすべきなのかこれを見つけるために自分を知るという積み重ねをしてきました私の場合の何をすべきかはスピードを極め続けるとということでした自分がスピードのあるプレイヤーでスピードを生かしたプレーでチームに貢献できるということを知ってそのためにすべきことがスピードを極め続けるということでした で私が自分がスピードがあるっていうことに気づいたのは小学校高学年の時でしたでどういうふうに気づいたかというとすごく単純でみんなで競争をした時に気づきました一人で走っていてもなかなか自分のスピードっていうのは気づけないことだと思うんですもし自分が速いと思っていてもそれは本当に亀みたいに遅いスピードかもしれない でも一列に全員並んで用意ドンで走ったときにゴールした時は誰が一番速いかっていうのは分かりますよね。何が言いたいかというと他人を知ることで自分を知ることができるということです。 何事も比較対象があって初めて自分の特徴っていうことに気づくことができると思います私も一緒に走ってくれたみんながいたことで自分のスピードっていう特徴に気づくことができましたこの他人を知ることで自分を知ることっていうのはキャプテンとして活動をしてきたからこそ感じてきたところでもあります 私たち女子アイスホッケーのメンバーは23人で一つのチームとしてオリンピックに出場します23人同じ人間はいないですそれぞれの価値観考え方感情いろんなバックグラウンドを持っている選手の集まりですチームをサポートするのが得意な選手チームを盛り上げてくれる選手 おしゃべりがすごく得意な選手逆にちょっと苦手な選手チームを分析してくれる選手いろんなタイプの選手がいますそのいろんなタイプがの選手がいることを知っていく中で私も私はみんなのことをまとめるのがちょっと得意かもしれないとかみんなの前で話すのが得意かもしれないっていうことを気づくことができました。 今私は選手としてはスピードが持ち味キャプテンとしてはチームをまとめることが得意っていう話をしたんですけど得意なななここととととかいてるるだけが特徴になるとは限らないです例えば私たち女子23人全員集まってミーティングをした時に全員がおしゃべりが得意で。 自己主張が得意な選手の集まりだったらミーティングは収集がつかないですピーチクパーチクピーチクパーチク多分止まらないですでもそこにおしゃべりがちょっと苦手かなって思っている選手がいるとその場が調和されたりとかあとはそういう選手はたまにしか話さないのですごく貴重な意見としてチームのみんなが耳を傾けますその選手にとって自分でちょっと苦手だなって思っている分野が チームににとってはすごく強みになる時もあります他人との違いを知ってそれを強み弱みとして捉えるだけではなくって他人との違いを自分にしかできないこと自分だからできることにどう変換してそれを生かしていくかが重要だと私は思っています。私のの場合の 自分にしかできないこと自分だからできることはスピードを生かしたプレーでチームに貢献することキャプテンとしてはチームをまとめることこれが自分にしかできないことでしたそのためにすべきことがスピードを極め続けるということでした選手として必要とされるためにスピードを極め続ける キャプテンとして認めてもらうためにスピードを生かしてみんなをまずは引っ張るこれが私のすべきことでしたこの自分にしかできないこと自分だからできることそして自分のすべきことっていうのが明確になってからは目標だったりゴールに向かって貫く強さっていうのも生まれたと思っています北京オリンピックの 1>, 1年前のシーズン私はスウェーデンリーグに所属をしていましたスウェーデンのチームに所属をしていたんですけど全く試合に出ることができませんでした3シーズン目スウェーデンリーグに所属してからは3シーズン目だったんですけど12シーズン目は普通に試合に出てたんですけど3シーズン目になって初めて全く試合に出れないシーズンがありましたすごく苦しかったです オリンピックの1年前のシーズンで全く試合に出ることができなくって選手にとっては1年前のシーズンってすごく大切なシーズンなんですねコンディションも上げていかなきゃいけないゲーム感も作っていかなきゃいけないそんなシーズンに全く試合に出ることができなくてこのまま日本代表に選んでもらえるのか選んでもらったとしてもしっかり活躍できるのかチームのみんなはキャプテンとして認めてくれるのか いろんな不安が本当に頭をよぎりました間違いなく25年間の競技人生の中ですごく苦しかったシーズンだなと思うんですけど私は今まであまりこう苦しさっていうのを外に出してこなかったんですけどその時は本当に多分苦しさから父と母の前で初めて涙を流しました。 私は当時スウェーデンにいたので対面で会うことはできなかったんですけど当時宮崎で単身赴任をしていた父親と地元の苫小牧にいた母親とスウェーデンにいた私の3人で電話をつないでよく話をしてましたその日もいつも通りに電話をつないでいてで何気ない会話の中から「コンディションどうだ?」「試合どうだ?」っていうことを聞かれましたそう聞かれた瞬間にもう涙があふれ出てきてしまって 何も答えることがでできなかったんですね本当に多分苦しさとストレスが心の中にたまっていてでそれぐらい本当に苦しい苦しい時間だったんですけど、まあ、私は涙を流してるのを悟られたくなくて家、まあ、事をしながら電話とかもしてたのでその時は食器洗いをするふりをして水を流しながら涙は泣いてる音を聞かれないように電話をつなぎました。で まあ父親は全然気づかなかなったんです泣いてることでも母は一緒に涙を流してくれて大丈夫だよって言ってくれたんですけどま今思い出してもすごく込み上げてくるものがあるぐらい本当に苦しかったシーズンだったんですけどその中でも日本代表に選ばれるためにオリンピックで活躍するためにスピードを極め続けるということを頑張ろうと 思える自分がいましたそれは自分を知るっていう積み重ねをしてきた中で自分の特徴スピードっていう特徴を知って自分がどうしたらチームに貢献できるのかっていうポイントをしっかりと自分の中で理解していたからノリカを得られたことだと思っていますもし自分の中でスピードっていう特徴に気づかずどうチームに貢献できるか分かっていなかったら あれもやらなきゃこれもやらなきゃっていろんなことを頑張りすぎて中途半端な努力になっていたかもしれないです逆に頑張ることが分からなくて途中で心が折れて挫折をしていたかもしれないですでも自分の中で明確に何を頑張ればいいどうしたらチームに貢献できてどうしたらチームに必要とされてっていうポイントをしっかりと理解できていて それがモチベーション維持につながっていたと思っています自分を知るっていう積み重ねをしてきたからこそ信じる力だったりとか貫く力が生まれたというふうに思っています今私は選手を引退してアイスホッケーを普及するという活動をしています選手じゃない立場での私の特徴は オリンピックにキャプテンンとととしてて3回出たことだと思っていますオリンピックのユニフォームにキャプテンマークがついたものを3枚持ってるのは日本で私しかいないんですちょっと自慢みたくなっちゃったんですけど私しかいないこの3枚のユニフォームを持っている意味っていうのがアイスホッケーを普及していくっていう活動の中で。 自分にしかできないことに繋がっていくんじゃないかなというふうに思っていますキャプテンとしての経験をこれからの活動に繋げていきたいなと思っています選手として自分にしかできないことを貫いてきたことと同じようにこれからの活動の中でも私にしかできないことを見つけて突き進んでいきたいなと思っていますきっと皆さんにも自分にしかできないことを 自分だからできることっていうのがあると思いますそれぞれの夢に向かって自分にしかできないことを見つけて突き進んでいけたら最高なんじゃないかなと思いますご清聴ありがとうございました